北海道拓殖鉄道は、かつて、北海道上川郡新徳町の国鉄根室本線、新徳駅から分岐して、加藤郡上志保幌町の国鉄志保幌線、上志保幌駅までを結んでいた、鉄道路線及びその運営鉄道事業者である。通称は、拓鉄。北海道の民営鉄道は、炭鉱からの石炭輸送、または、 古くから賑わいを見せていた漁港ともよりの国鉄駅を結ぶ目的で建設された事例が多いが、本鉄道はそれらと性格をことにし、鉄道の開通によって沿線に入植者が集まるだろうという目算のもと、道内の商工業者が出資して発足した。社名もその計画を反映したものである。1924年に新徳川から工事を始め、 アショロ軍はアショロ町の地北西のアショロ駅までの延伸を見込んでいたが、赤北本線の開通で、短絡の意義が薄くなったことや、共作続きで入植者が増えなかったことに加え、昭和恐慌で資金が不足したため途中の、上市路までで工事は中断した。木材輸送で賑わったこともあったが、トラック輸送に切り替えられたことや、沿線の人口が伸びなかったため、経営は、 苦境続きであった。そのため、中古のディーゼル機関車や機動車を導入し、運行費用の削減を図ったり、利用の少ない末端区間を廃止している。しかし、設備の老朽化に対して、資金を回すことができず、特に食ったり、売り幕合いにあった熊牛トンネルは、返上が進んで危険な状態となった。会社は、回収に必要な資金を捻出できず、ついには、 札幌陸運局より異例の行政指導を受けたことから1968年2月に熊牛トンネルを放棄し、新徳くったり館で通学列車を一応往復運行するだけとなった。この通学列車の運行も同年7月初旬には停止され、同年10月に全線が廃線となった。7月末にはさよなら列車の運転があったが、この列車は新徳鹿追館を運転しており、 なぜか放棄したはずの熊牛トンネルを通過している。なお、国鉄でも、改正鉄道不設法別表142から3に、新徳より、上志保路を経て、阿蘇路に、イタリル鉄道が計画され、147から2の、釧路国白ぬかより、都勝国阿蘇路に、イタリル鉄道と接続させて、同等横断鉄道を形成する予定があったが、1972年頃に一部区間の、 工事が行われただけで未成線、廃線となった。なお、新徳四幌館は廃線となった卓鉄の路盤跡を転用する計画であったようである。会社自身は廃線後も運送業者として存続している。また、バス部門は廃止前の1961年1月に子会社の北海道卓色バスに譲渡されて存続している。 1934年12月1日時点1934年12月1日、改正当時括弧内は、新徳からの累計営業記録1934年12月、当時開業時は、蒸気機関車2両、4輪、ボギー23等号作り客車2両、4輪、有害関係車2両、4輪、有害貨車,車2両、4輪、無害貨車5両。すべて機車製造製。 未開拓地域の新鮮という経営状況の厳しさにもかかわらず、開業時にすべて新請車両を充当したのは異例で路線延長の割に車両数が少ないことも換算ぶりを伺わせる。以降の車両も数は多くないが得意なものが多い。8622-8622、鹿86追い駅跡に保存中の貨車新造車譲り受け車。ありがとうございます。